こんにちは、マリンです。はい、ということで今日はまたまたザラでお買い物をしたので、ザラのお洋服4点ご紹介していきたいと思います。こちらを着ながらご紹介していきます。ぜひぜひ最後まで見ていってください。それでは、ゴー。はい、ということで今回はザラの購入品4点にはなりますが、可愛いトップスとワンピース1着ゲットしたので着ながらご紹介していきます。まず1着目は今着ているこちらのトップスになります。じゃじゃん、ドレープポプリントップスになります。このリボンがとっても可愛いのと、この肩の部分のクシュクシュ感がすごく可愛くて、ここの形に一目惚れして購入しました。今回私こちらは S サイズになります。 S でも結構大きくて、そうなんです、こんな感じでちょっとゆるっとしてるんですけど、本当は XS だとぴったりでちょうどいいのかなっていう感じがあります。でも S サイズでもとっても可愛かったのでゲットしました。とっても可愛い。結構私白いトップスたくさん持ってはいるんですけど、ここの部分がすごく可愛くて、あとここにウエスト部分にテープっぽい感じでラインが入ってるので、スタイルもすごく綺麗に見えそうだなと思ってこちらをゲットしました。後ろもすごい可愛いです。ちょっと詰めてあげたら可愛く着れそうだなと思って、ちょっと横をつまんであげるとここがこうなるので、それが可愛いんじゃないかなと思ってるので、ちょっと横で直そうかなと考え中です。はい、1着目はこんなトップス。ザラのこういうトップスまあ、たくさん使えるので、これは1個ゲットしといてもいいかなと思ってゲットしました。めちゃくちゃ可愛くないですか。形がとっても可愛いので着るとより可愛いなって思いました。こんな感じでデニムと合わせてあげても可愛いし、シンプルなコーディネートをしてあげたいと思っています。このリボンとこのフリルと肩の部分のこのデザインがすごく好きなので、たくさん着れるなと思っています。1着目はこの可愛いトップスでした。はい、ということで続いて2着目はセールでゲットしたんですけど、じゃじゃーん、こんな感じのワンピースになってます。ウエストのところに可愛いね、これもまたリボンがついています。ザラのリボンがついてるものってすごく好きなので、これ着てみたいなと思ってゲットしました。でもこれもセールになっていて、そう、めちゃくちゃ安かったんですよ。で、XS がもう売り切れ、なんかそうかなとは思っていたんですけど、S がまだあったので、S サイズを購入してみました。下の部分がね、パンツになっていて、ちょっとね、ここが見える感じ、おしゃれな感じになってるので、ちょっとこれも着てみたいと思います。はい、ということで、2着目はこちらのワンピースになります。可愛いけど、やっぱりちょっと大きくて、でもすごい形可愛くて、こんな感じになってます。ここが開くんですけど、ズボンになっていてパンツスタイルなので、すごく形も可愛くて、なんといってもここのリボンがとっても可愛いです。タイベルト付きジャンプスーツになります。これジャンプスーツなんだ、すごい可愛い。こんな感じです。ズボンになってるので、ちょっと前が開いた時、こう歩いてる時とかすごく可愛いデザインになってます。この形あんまり見たことないので、可愛いなって思っています。私好みなお洋服になってます。やっぱりウエストの部分は細めになってるので、ちょうど良さそう。本当にここの開き具合だけがあれなので、ちょっと着方をいろいろ工夫して可愛く着たいなって思っています。ジャンプスーツなのでパンツっぽい感じになっていて、すごく楽に使えるので、たくさん使えそうなジャンプスーツ。ここにね、リボンがついているので、それがワンポイントになっていて、普段私 XS を着るので、ちょっとやっぱり大きいかなっていう感じはあります。と見えても可愛いやつとか着てあげたら、全然この大きさでも楽に着れるのでいいんじゃないかなって思います。ということで2着目はこんな感じのワンピースじゃなかった、ジャンプスーツこんな感じのジャンプスーツをゲットしました。めちゃくちゃ可愛い。はい、そしたら続いてはこちらのトップス、人気すぎて本当は XS が欲しかったんですけど、今回 M サイズを
初めて M サイズちょっと挑戦してみようと思ってゲットしてみました。こんな感じ。これ着るとめっちゃ可愛いんですけど、もう XS が売り切れだったので仕方なくちょっと M サイズ、可愛かったのでちょっと M サイズを買ってみたんですけど、こちらも着てみたいと思います。じゃーん、リボンポプリントップスになります。 M サイズなんですけど、まあ、意外となんか逆にスタイルがよく見えるパンツとかと合わせてあげればそんなに大きいけど、ちょっとそれもまた可愛く着れるんじゃないかなって思います。やっぱり XS とか S はすごく売り切れとかが早くて、でもやっぱデザイン可愛いとね、ザラって後からも欲しくなっちゃうので、なんかこれはすごいいいんじゃないかなって思います。ホワイトのカラーもあったんですけど、私は水色をゲットしました。後ろもとっても可愛い。ここは調整できるので結構きつめにしてあげたら、ここの緩さは全くないので安心して着れるのと、ここリボン全部開くんですけど、リボンを思いっきり締めてあげるとそこまでドバッとした感じには見えないかなって思います。ちょっと大きいかなっていうぐらいで、なんか持つとすごい大きいのでちょっと心配だったんですけど、意外と着るとこれはこれですごくいいかなって思います。ちょっとウエストとかも逆にこの広がりのおかげで細く見えたりするんじゃないかなって思います。私普段 XS なんですけど、 XS に比べるとやっぱ多少大きいかなっていう感じはあります。デニムっぽい生地にも見えるぐらいのブルーなのですごく可愛くて、これ買ってよかったなって思います。その代わりやっぱり下がね、こういうピチッとした感じのものじゃないとやっぱドバッとしてより見えてしまうので、そこはすごく気をつけようと思っています。すごく人気でほとんどのサイズ完売になってたんですけど、 M サイズがあったので M サイズを買ってみました。こんな感じ。私でも M サイズ意外と着れそうなので大事にたくさん着ていきたいと思っています。そしてラスト、ラストもトップスなんですが、これもめちゃくちゃ可愛い。じゃん、こちらになります。前の部分にリボンが2つついているこちらのトップスをゲットしました。こちらは XS をゲットしたので早速ちょっとどんな感じか着てみたいと思います。こちらになります。こちらのトップスがプリーツトップスリボンになります。めちゃくちゃ可愛い。これやっぱ XS がいいな。ぴったりで着たいなっていう感じがあるので XS がいいなと思うんですけど、このトップスに関してはやっぱピチッと着た方が可愛いかもしれないです。さっきのリボンで結ぶやつは自分で結ぶスタイルなのでかなりきつめにしたりとか、こんな感じでさっきのはクシュッとしてるのでなんかちょっとつまんであげてもバレないんですよ。そう、可愛くちょっとお直しできるんですけど、これに関してはピチッとした方がやっぱり可愛いのかなっていう感じはします。この前の部分にリボンが2つついていてとっても可愛いです。このトップスすっごい可愛い。後ろはこんな感じ。シンプルなんだけどリボンがついてるのが、やっぱ私ってリボンがすごく好きなんですかね。だいたいザラで可愛いなって思うお洋服はリボンがついてるので、最近特にリボンがついたデザインのものが多いのですごくチェックしていて、このトップスもあったのでゲットしました。なんか中にレイヤーしてあげてきてもすごい可愛いと思うので、真っ黒だし使いやすそうだなって思っています。ここがねスクエアっぽくなってる、この形がすごく綺麗で可愛く見えます。ザラのトップスは本当に持ってるとめちゃくちゃ使えるトップスばっかりなので、でトップスだとあんまりお値段も高くないのでトップスをメインで買うのがすごく多いです。こういうシンプルなトップスはザラでゲットすると着回しがめちゃくちゃできるのでおすすめ。はい、ということで今回ザラで購入した4点のお洋服ご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。サイズ感的なお話もたくさんできたので良かったなって思っています。ちょっと大きいのは大きいので着方を変えて可愛くファッション楽しんでいきたいなって思っています。ということで今日の動画も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が良かったなって思ってくださった方、また私のザラの購入品だったり見たいなって思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。